はい、どうも、チョイです。ボンバーマンの前回の続きからやっていきます。いや、前回まさかのレッドピースを全部集め終わったということで、ね。今回あれか、イエローエリアの、あれか、グリーンエリアか、どっちかっていうところで、まあ、とりあえず、イエローエリアの近いから、イエローエリアに行くのかっていうのも、まだわからんけど、まあ、でもあそこしかねえもんな、ミステリーハウスに繋がる。だから多分イエローだとは思う。左側がグリーンだったし、ちなみに上がブルーだから。オッケー、ようやくミステリーハウスに行けるぞ。何なんだろうな、ミステリーハウス。謎解きかな。やっぱイエローゾーンだな。ほっ、ああ、なるほど。まあ地図で見たから、ここら辺は、とりあえずいきなり入れたりする。おぉ、13が足りない。どっちかのミニゲームで手に入るかな。まあ、やっていこう。何のミニゲームがあるか。プチプチ。プチプチってなんだ。おぉ、なんか、ああ。宇宙のレトロかと思ったら、ちげえな。これなんだ。潰すゲーム。潰れてないところに合わせて丸ボタンを押してください。×または三角ボタンを押しながら指カーソルを把握、動かせますと。なるほど。そのまんまだな、プチプチって。ゲームでまさかプチプチができるから。おわが。これスピードか。連打っていうより。タイミングをよくうまく。方向キーも連打して。わあ、いけそうだな。ああ、なるほど。最初は全部あったけど、ところどころ潰れてるのかな、出すから。めっちゃでかくなったし。お。まあ、とりあえず順番に消していけば。あ、でも疲れるな、これ。両手疲れるぞ、これ。こんなジグザグに。でも、こっけ。いけるな。BGM があれと一緒だな。シューティングみたいなゲームと。めっちゃ面白かったやつ。いやー、どんどんでかくなっていくな、これ。画面を覆い尽くすんじゃないか、次だと。これいけるかっていうか。大丈夫か。まだまだ余裕があるだろ。まずまず。ついたてにやりたくない。ここ。まだいけるな。次のステージはどれぐらい変わるのかって。これ以上大きくなるかっていうか。もうちょっと時間余らせたいけど。まあ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 。加点が少なくなってきたな。お、小さくなった。うわ、なるほど。タイムが短くなるパターンか。そう来たか。ああ、そうじゃねえと画面追いつくしちゃうもん。オッケーね。これはアイスコアクリアと。これいけるか。ほっ。あれ？ミスミス。まあ、地味だな。地味というか、まあ、めちゃくちゃシンプルというかね。ほっ。お、まずまずまず。普通に順番にやってった方がいいよな。変になんか、縦にやったりとかするよりも。お、さらに短くなった。たまいけるな、これ。大きくならねえのか。15秒でいける？次。20秒か。なんか結構あれだな、バラバラだな、ステージが。タイムが増えたり、少なくなったり。うちの数がバラバラだったりするな。オッケー。30秒。うわ、これ大丈夫か。ほっ。いや、いけるな、まだ。ギリいけそうな。お、ミスミス。
この水はでかい。近道近道なんか割といけるか。無駄に順番にやってる。ここまで来た。うお、でかい。1秒で2つぐらいは消さないとダメってことか。お、メスメス。せい。お、マスマスマス。おわわわ、時間だ。マジか。これ切れ。おっ。おっ、あぶねえ。あぶねえ。まあ、そんな焦る必要はないんだけど。クリアはしたから。これはいけるっしょ。少ないもんな。めっちゃ離れてるけど。いつまで続くんだこれは。うお、全部1秒で3つってことか。あ、でもいけるな。お、おはようございます。今めっちゃあるコツがあるのかな。これもむずい。ほっほっほっほ。お、マジかマジか。いけいけいけ。うぅ。うおーい。マジか。一個残しはちょっときついぞ。あー、悔しいな、一個残し。イエローピースの6番と。オッケー。やめよう。疲れる。指と軽く集中力もいるからな。オッケー。次は。行進曲。こんな待った曲あるな。ボンバーマンの仲間たちが楽器を持って登場します。振り向いた時に表示されるボタンと同じボタンを押してください。ボタンを押さなかったり違うボタンを押すとワンミス。振り向いてない時にボタンを押してもミスになりますと。OK。振り向いた時に押すと。ほっ。ほっ。お、黄色も初めて見た。じゃあピンク。お、無視するパターンもあるのか。あ、プリティ。ルイーズ。色違いが多いな、基本的に。緑もいるし。これは普通のアボンか。かスピードアップとかするのかな。おお、黒ボン。黒ボンほんと見かけないよな。どこにいんの。終盤まで合わんのかな。ほっ。ほっ。チーン。楽な仕事だな。ほっ。こいつら結構止まるな。まあでも無視するよりはマシか。おお、ミスったミスった。マジで今のでミス。結構早くやったつもりだったけど。ほっ。これは何なんだろう、マジで。更新曲と言っても。ほっ。お、あともう少し。これじゃないな、俺がハマったやつは。もう一つなんか、音楽系であったような気がするんだよな。それで昔ハマった記憶がある。やめよう。これあんま面白くねえわ。地味だな。悪いな、ルイーズ。泣いちゃってるようだけど。てってれ。OK。20番。確か13が足りないんだよな。
ってことは左の方に行けるのかな。ミステリーハウスやりてえな、よく。なんなんだ。ここまでじらされてるからな。相当楽しいやつなんだろうか。お、マジで入れない。13号当たりね。うわー、マジかー。どこで取れんの？携帯で。情報がねえよ。くそ。ミステリーハウスももう少しあったのに。とりあえず、あれか、じゃあ、グリーンエリアに行くか。こんな早くグリーンエリアに行くとは思わなかったけど。一回、前回の動画で行ってんだけどな。船で。まあ、正規のルートじゃないだろうか。ルートっていうか。グリーンエリア楽しみだ。四つ目だから、ゲームも難しくなってるんだな。ピースも結構必要だったもんな、グリーンエリアの。行くために必要な。あ、多分ブルーとイエローより難しいミニゲームとか、あるんだろうな。で、まあ、変化を見逃し、まあ、でも、あれか、レッドエリアのピースも全部集めたから、多分もう手に入んないのかな。レッドエリアでブルーエリアとかイエローエリアのピースが手に入るなんて聞いたことないもんな。オッケー。ジャングルエリア。ゾウがいるぞ。いやー楽しみだ。おーおお、プリティ。なんもないところでつまずいたけど。おーおお、俺のじゃん、これ。おー、俺のだよ、俺の。これ拾った人のものやね。これでピースの情報が見られるわ。おー、お前！あいつ舐めとんか、マジで。うわぁ、あの野郎。コソ泥にも、程があるだろ。コソ泥っていうか、もう強盗であんなも、もはや。携帯取られるなんてある？仮にこれ携帯インフォメーションで買ってなかったらどうなってたの、これ。まだお金とか全部取られてたのかな。ふざけてんなぁ。にしても。お、なんか地下エリアに。こんな頃にも地下があるのか。ブルーエリアにもあるから。おいるいるいる、お前。ま、携帯返せや。友達に電話しようと思ったのにどこにも繋がれない。まあ、それはな、ピースの情報だけだろ、これ。どっちもいや、ピースの情報はちゃんと見に出しもいらない。携帯取り返した。今回は普通の速さだったな。西前繋めてるわ。発射修理しる。もうちょっと時間かかると。マジ？うお、全然入れねえじゃん、これ。正規のルートで来たと思ったんだけど。正面から来て、これ。マジか。マジでどうすんの、これ。ここだけ？もっと広いイメージだったけど。こいつなんか。ああ、すごいけど。ここだけなのか、これ。行くところねえもんな。なんもないし、他には。マジで？いきなりつまずいたじゃん。なんもできないの、グリーンエリアに来て。こんなことある？いきなり、来たのに、なんもできないもん終わるって。こんな、ひどい話あるか。マジかー。なんもねえもんな、だって。嘘だろ。こんな感じだっけ、グリーンエリアって。おーい。もう、しょうがねえな。もう手がかりがなくなった。あー、マジかー。他のエリアになんかイベントとか起こさないとダメなのかな。とりあえずもうグリーンは何もできずに終わった。こんなことあるか、本当に。この川から行けない？くそ。じゃあどうしよう。
気になるなぁ。あとはブルーエリアぐらいか。イエローもミステリー。あとなんか時間が経過してイベントがなんか追加されるっていうパターンもあるし。とりあえずブルーエリア行こう。釣りが気になるんだよな、未だに。釣り座は多分どっから手に入るとは思うんだけどね。片っ端から話しかけた方がいいのかな。誰も持ってるやついなさそうだし。ああ、変わったやつもいねえもんな。お前くれねえのか。お前らが一番くれそうなあれだけどね。おお、マジで。やっぱこいつからもらえるのか。2回話しかけなきゃダメだったってことか。なるほどね。こういうのは大体あれだな。釣り人からもらえるよな。ポケモンとかだって、釣り人から確か釣り竿もらえるし。オッケー。釣りを始めた。これで魚をゲットして。下手し、あれだもんな。ピースも釣れる可能性もあるからね。悪魔何もしないで。遠く見てるだけで。マジで？タイミングわからんな。お、マジで。今の釣れたらガラクタばっかだ。大物を逃がしてしまったってなんだ？ガラクタを釣り上げた。これ連打してるだけでなんか勝手にもらえるぞ。そういうもんなのこれ。そうだよ、魚が欲しいんだよね。おお、マジで。ここに来てピースまさかのでかい。魚も釣れんのかなこれ。大物逃がしてしまった。マジで普通に連打でいいのかな。魚釣りねえな。どこでもできるな。でもまさかのピースを釣り上げたけど、大物逃がしばっかじゃん。またか。大物釣りねえな。そう、もうやめよう。全然釣りねえよ。なんだよ。とりあえずこれピース1手にあれたけど、どっか入れる場所ねえかな。いやー、これじゃなくて、あー、そっか、地図はインフォメーションから見れしか見れないのか。ゲートって何があったっけな。下と、これと、あとあれなんだよな、めっちゃピースが必要な上の。おー、いけるいける。よし、来た。まさかの。1が必要だったからちょうどあれか。やっぱ、釣りでゲットしたからってことか。おお、潜水艇。これ行けちゃうのかこれ。湖の底見せる気なんだよ。俺も大砲で飛ばされて一回見たんだよ。なるほど、ようやくあそこに行けるわ。カジノエリア、マジで。これ金稼ぎできんじゃん。金稼ぎは何が一番いいんだろうな。ボンバーマンランド3とかではめっちゃなんか金稼ぎにハマったような気がするけど。携帯の電池。これはいいわ。これだけか。地図か、これは。あ、でも結構広いぞ、カジノエリア。なるほど。てか、ミニゲームもあれかな。ピースがもらえるっていうより、コインもらえるのかな、これ、カジノだと。で、一応確認がてら。まあ、無理だろうけど。めっちゃいるなぁ。さすがに無理だわ。まあ、順番に見ていくか。おぉ、なんかいる。こいつ明らかに。ボボボン、俺の名前はボボンボン。見るからに強そうだろ。たくさん持ってる爆弾で何でも吹き飛ばしてる。それだけ？明らかに珍しいやつでも少ししか喋らないパターンに終わるんだよ、これ。そこはなぜか。臆病なんですよ。なんもねえな。ここからなんか、話しかけられないのか。魚怪しいよ。
水中散歩。いけん、おぉ、カジノある。どの台にしようか。マジ？パチンコとかもできちゃうの？これ。キッズカジノ。ゲームセンターみたいな感じか。うわ、明らかにザマス系がいるじゃん。調子よかったのに、やっぱ喜ばれダメだ。お前ザマス言わないのか。明らかにザマス側だけど。お手持ちのコインをマジ？うお、マジ？ピースと交換するパターン。俺全然持ってない。さあ、稼げってことか。うわ、なんじゃこれ。20万までかける。これもあれか、ピースってよりコインか。オッケー。野球って感じだな。まあ、野球か。おぉ、ミスった。当たらねえ。くそ。おぉ、ひどい。早すぎる。あー、20番。むずいぞ、これ。うわぁ。おぉ、スリーベースでかい。うわぁ。あー、これむずいわ。これめっちゃむずい。金がどんどんなくなってきちゃう。で、一本かけて。オッケー。こう、しょうもない額かけた時だけ地味にいけるっていうね。それ謎いな、俺の中でも。ああ。オッケー。お、ホームラン2回。うわあ。マジかー。結局ダメだったか。やめよう。地上にあるハンマーのやつの方が多分稼げるだろうな、これ。裏のやつも同じかな。同じだわ。わあ、じゃあこれあれか。金稼ぎは6係だな、これは完全に。時間かかるだろうし。なんかミニゲームでゲット、おお、ビンゴある。いろいろあるなぁ。まあ、見て回るか、一つずつ。お前もなんかくれねえのか。話しかけられねえぞ。こいつ邪魔えな。いやぁ、それはちょっと俺もさっき負けたからな。ビッグホイール。マジ？やろう。金がなくなっても、しょうがないだろう。点滅するランプを狙った色で止めるゲームと。なるほどね。ルーレットスタート。ほっ。まあまあまあ、ここまではね。おおいきなりか。うわー、むずい。やろう。ちょ、もう一回やりたい。最初から近いの狙いすぎて。オッケーオッケーオッケー。これむずいぞ。おー、しかもめっちゃ速くなってる。これむずくね？これきつい。ほう、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 オッケー！来た、でもこれで60本か。安いな。ちょっと安すぎるぞ。これはなんだ？おー、レーシングか。走り出そう。方向キーでコース。見てください。行き止まりになるとゲームオーバー。レーシングカーをピットインさせるところにもらってゲームを終了しますと。あー、でもこれも、まあ一応かけてみるか、20。おら。オッケー。おお、これミスった。あー、いや、あんま面白くない。上にいるバニーガールは何なんだろうな。
若いのこういうの好き。まあ、年齢がわからんからな、シロも。あ、まださすがに子供なんだろうけど。高校生ぐらいかな。めっちゃ踊ってるわ。おー、マジ、ミスミス。これ俺地味そうっすね。今のダメ？これ関係ねんっぽいな。何やねんそれ。チキショー甘いわ。おお、黒ボンじゃねえか。ダイススロー。やってみよう。おお、ダンスと音楽は同じやん。2つのサイコロを割って出る目を当てるゲームと。これもきついな。丸バタネキス制したらサイコロ振ると、スモールは2の6の目、ビッグは8から12の目、数字はその目が見れる当たりです。 OK。 どうしよう。36いっちゃう。かける36はでかいもんなって。とりあえずするか。いけ。9。こんなんすよ。30。1点掛け。うわぁ。もう一回これ当たるまで。36枚だとでかくねやって。でかいな。7。おお、来た。お、ダメなんか。あ、7じゃねえか、2か。7かと思ってたけど。まあいいわ。あー、むずい。確かに確率的にはそうだな。おお、でも来た。まさかの。ここそんな確率低いか、まあ、低いか。ダメだな、最後の1回やってやめよう。ああ、無理だわ。当たる気がしない。ここまで来た。んで、あ、いっぱいあるな、遊ぶところが。これはシンプルにスロットかな。あ、そうだ。結構怖い BGM だけど。ところで止まるとチャンスタイム。ボーナスゲームは今まで空白だったところに、ドクロがあるお話、ドクロはオールマイティ。オッケー。おお、来た。ああ、これ金がどんどんなくなっちゃうぞ。これ100ぐらい残しときな。オッケーオッケー。ああ、やばいよ。お金が。来たけど。どころ。これんかい。いけ。だよな、ちょっとやめよう。金がマジやばい。これも同じかな、スロットかな。ほんとギャンブルに負けた気分だぜ。6つのリールを止めてください。ボンバーマンの絵が3つ以上出れば。あ、これならいけんじゃないか。さっきのスロットよりは。来ないな。あー、お。OK。おい。
やいや、やめない。ちょっとこれはもうちょっとやろう。まだ金ならある。ほっ。いけ。おぉ、全然来ない。オッケー、来た。もう一つぐらい。あー。おい。おい、来ない。おい、来ねえよ。全然来ないな。いけ。ひどいな。おら、飲んでいくぜ。あー、やばい。全然来ない。1、2、ああ、ギャンブルのねえな、マジで。ああ、来ない。いけ、いけ、頼む。1個ぐらい来てくれよ。爆弾ならめっちゃ揃うんだけどな。やめよう、もう無理だ。これちょっとマジひどいって。仕打ちがこんな出ないもんかね。ちょっともうコインが限界だからね。そろそろな、掛け金がなくなっちゃうと。60、23、向こう側にもあるこのビップルーム、あんたちの方がよく似てる。もしかして仲間、マジビップルームに仲間いんのか。こっちも似たような感じだな。これもやりたいな。やってみるか。あ、同じやつか。あ、めちゃくちゃ稼げるやつねえのかな。なさそうだ。バニーガールしピースの入手元は、ここだとバニーガールしかないのかな。まあ、とりあえずじゃあ、今回一旦終わりにして、次回はちょっとじゃあ、コイがね、めっちゃ貯めて、ピース全部買えるぐらいまで貯めておきたいと思います。じゃあ、今回はこれで終わります。ありがとうございました。